やったあああとちょっと花部りひちゃん Oh my pasta はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでね、本日もバッドランダーズやっていこうと思う。というわけで、今回はですね、フレンドのリヒトさんと一緒にやっていこうかなと思います。リヒトさんよろしくお願いしますと。ね、僕ね、いつもね、僕がリーダーになってるのか。オッケー。やっていこうか。自動マッチングオンでいきましょうか。僕、チームメイトが準備しておりません。リヒトさん30秒で支度しなというわけで、僕いつも、フレンドの方から、何でしょう。招待を受けても、キャンセルしちゃってるんですよ。だってそれさ、動画撮影中なんですよ、僕大体。大体さ、インしてる時ってさ、動画撮影中なんですけれども、まあ、今回ね、だからさ、そもそもログインするときに、誰か誘ってくれないかなっていう若干期待があって、で、誘ってくれたら、一緒に動画撮ろうかなっていうのがあったんで、今回はね、リヒトさんがそのタイミングで来てくださったということで、今回リヒトさんと一緒にやっていこうと思います。で、僕先ほどの動画とね、見ていただいたらわかるんですけど、もうかなりね、物資を失ってしまって、今回はね、M249 で行こうと思います。待って、これ標準機ついてないっけ？まあ、いっかも。ついてなくても敵から取りゃいいのよ。なんならさ、マップに落ちてるから。なんならレッドドットとか、まあ、別にさ、スキルを求めなければさ、戦場で拾えるわけじゃん。もうそれでいいわ。まあ、M249 でね、僕の、まあ、この、最強エイムで、まあ、しっかりカバーしていこうと思います。あんまりスキルは良くないんですけど、まあ、関係ないよと。まあ、ね、ソロだったら結構厳しいかもしれないんですけど、この野良っていうのは連携が大事なんで、もう連携していけば勝てると。はい、じゃあ、リヒトさんお願いしますと。DJJ。名前割ろう。名前割ろた。あんまり強そうじゃねえな。僕が言えることじゃないんでしょうか。おっと。いや、ちょっと待ってくれ。DJJ がなんか怪しな動き。ありがとう！あぶね、DJJ に取られるとこだったぜ。あぶな。あ、センキュー。これどうしようかな。一回装備しなくていいか。オッケー、行こうか。しっかりもらっていくスタイル。護送はですね、しっかりと、ロックボックスでゴーって感じですね。はーい。というわけで、なんか三層ゲッチュ。護送もらった後だとさ、三層がさ、ゴミのようだ。人がゴミのようだって感じですね。とにかくこれはまずは、標準機が必要だね。マークしたところに向かおう。どこですか？そちらかいと。ちょっと待って、これどっから上がるの？上。上に参りたいんだけど、俺も。これさ、どこから上がりゃいいんだよ。完全迷子のこんがり、ありました。おと。一番さんどこだ？リヒトさん。あ、センキュー。サンヘルはいらないね。サンヘルは。てか待ってこれ。TPP じゃん、今更だけど。今更だけど TPP じゃないっすか。兄貴。TPP、ああ、もう積んだ。ちょっと待ってください。ちょっと一旦落とす。なんでこうなんだよ。もうみんなごめんね、毎回。これこんがり名物なんだけどさ。なんか開いちゃうんだよね。オッケー。先ほどの試合に行きやそう。戦闘が始まってないことを祈るばかりであります。私、こんがり軍曹と申します。以後、お見知りおきを。ということで、電源ボタン3回タップのトリプルアクセスガイド開始。はい。迷惑かけたな。すまねえな。行こうか。さてと。どうします？敵はいないのかい？どっちなんだい？とりあえず敵に会いたいな。あ、入ってんじゃん、ここ。こんちいるだろ。この辺いいんじゃない？ピョン。マークしたところに移動しましょう。いるよな。こんは。だるいぞ、これ。普通に。普通にだるいなって感じだ。
屋上に持ってないだけマシか。音聞こえる。足音入りました。いるいるいる。危ないぜ。一緒に突ろうか。なんかゴミが落ちてる。あ、ポイ捨て野郎だ、これは。これ許せませんね。環境破壊をあだなす者は、あたいが成敗するわ。さてさてさて。リスナーの手前。かっすい死に方できねえぞ。どうする？リヒトさんどうする？一回回るか。これなんか、おっと？いっぱいいるね。いや、どうしよっかな。一旦手榴弾。大丈夫か？ナイス！倒したの？あと二人ぐらいいるよな、これ多分な。もっとなんかカランカランとかいう不吉な音が聞こえた。おい、DJJ、DJJ、何してんだ？おい！助けて、リヒト！あ、いるわ。あそこにいたな。あそこで芋っての丸見えだったぜ。とりあえずここで俺は様子を見る。何やってんの？ DJJ、DJJ、ちゃんと働けよ。頼むから。給料出すから働いてくれ。おっと、そっちか。まずい。誰？どこだ？この中だな。おい、袋のネズミよ。当たったぜ。分かってんでいるの。どこ？やった！あとちょっと。頼む、リヒちゃん、リヒちゃん、助けて。おい、一緒に突っ込もうって話じゃねえかよ。なんでだよ。続ける。どうなった？ああ、俺だけじゃねえかよ、死んだの。何のために、何のために僕は一人やったんです。でももう一人同じ部屋にいるなんて。ジジイ。20 years later。リヒトさん、レベル5装備ありがとな。あと鍵も。